心の健康を保つには、 BBC 特集インザマインドの一環で心の健康を保つ秘訣を聞きました。広々とした場所を見つけて空を見上げる。絶対に決して自分を恥じない。イギリスの俳優デレク・マーティンさん。落ち込む日もあると理解してそれも愛すること。兄弟に素敵な手紙やメッセージを送る。自分がもらった気分になるので、自分を第一に考えるのはわがままじゃない。ジャスティン・ウェルビー、カンタベリー大主教。心を病むことは変じゃない、妙じゃない、具合が悪いだけ。良くなるから前に進みましょう。テレビ司会者アナ・ウィリアムソンさん。心の病と付き合う秘訣は、絶対に恥ずかしいとか気まずいとか思わないこと。あなたは一人じゃない。私を含めて4人に1人がそうなるのだから。音楽が好きなので、落ち込んで不安な時は歌にします。すごく助かる。深呼吸、そして誰かに話す。これがとても大事。元サッカー選手クラーク・カーライルさん。自分の心の健康は自分が管理する。自分が振り回されないこと。作家俳優ヘレン・レデラーさん。心の病と付き合う秘訣は、自分は特別で価値ある存在だと自分に言い聞かせること。それから笑顔。ブレア政権の報道戦略局長アラスター・キャンベル氏。健康維持、毎日運動しましょう。